はい、この動画はですね、10番江戸の政治史の2回目という続きでございますね。題名は四角の3番になってますよ。3番11代目の将軍家成ね、家成という人の政治を見ていきます。彼の在任中に寛政の改革と呼ばれている改革が行われました。やった人間は存じだね、松平定信という人です。老中松平定信の政治改革を寛政の改革、時の将軍は11代の家成でね、この家成っていう人はね、結構在任期間が長かったんです。彼は若い頃この松平定信の補佐のもと寛政の改革を推し進めたんですけど、まあ、あることをきっかけに2人の縁は仲悪くなって、定信は失脚させてしまう、失脚してしまうんですね。でその失脚後、彼、家成は独裁政治を敷いていきます。後半の彼の政治を大御所政治なんて言ったりするんですけど、ちょっと今回の動画の中ではね、その後半の治世はないです。あくまでも家成前半の治世というふうに理解してくださいね。はい、じゃあ見ていきましょう。色で分けてみましたけども、寛政の改革は大きくこの2点に分かれます。まず1点目は社会経済対策、1点目、 A 飢饉に備えてって書いてある。実はね、前の動画の続きの中でお話できなかったんですけども、田沼時代、まあ、その前の徳川吉宗の享保の頃から飢饉がね起きれるんですね。享保の大飢饉、天明の大飢饉ね、そんな飢饉が頻繁に起こってたので、定信は何かある一つの政策を打ち出します。囲い米って言うんだね。各村々に、蔵を作る。でその蔵にお米を蓄えさせて、ね、何かあった時のために、はい、そういうお米を食べていこう。でそれ囲い米って言うんですね。囲い米。はい、2点目いきますが、なんとか令で既存を奨励。キュウリ、農令って言いますね。キュウリ、ふるさとだよね。懐かしいふるさとに帰って農業をやったらね。はい、とにかく幕藩体制を維持させるためには年貢の収入が絶対条件なんです。もうこの頃年貢があんまり入ってこない。だから皆さん若い者よ、お家へ帰んなさい。江戸でプラ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 してないで、お家に帰って自分家で耕して奨励します。これね、キーワード奨励、ね、はい、また後でやりますから覚えておいて。これが2点目。3点目、倹約の徹底、ね、徹底します。はい、具体的に何をやったのかって言いますと、言い方いくつかあるんですけど、七分積金、七分積金ね。はい、江戸の中でですね、まず節約をしよう、江戸の町で節約をしよう、節約を して貯めたお金のうち7割を積み立てましょう。で、困っている人たちの援助に役立てましょう。はい、これを七分積金って言いますね。はい、この寛政の改革のキーワードです。覚えておきますよ。はい、最後 D、なんとか令で旗本や御家人を救いました。起源令って言います。起源令って言いますね。はい、これ何かっていうと借金帳消しですね。困ってる旗本や御家人たちは借金してなんとか生活の工面をしているわけです。その借金を、まあ、制限はあるんですけども、借金帳消しにしてあげる、そんな素晴らしい法律を起源令って言います、ね。はい、このように定信は御家人に対して厚くもてなし、なんとか幕藩体制を維持しようと頑張る。1点目の、社会経済対策です。2点目、富
風俗思想統制。まあこの時代になるとですね、風紀も乱れる、いろんな思想も入ってくる、それじゃダメですよ。例えば1点目、朱子学を正学とする法令を出す。それが これも有名な出来事ですね。寛政医学の禁というものを打ち出します。五代将軍の綱吉の話に戻りますけども、綱吉の頃から文治主義というのが徹底されます。要は武士は勉強しなさい、勉強するったって何をもとにするか、前話したね、儒教です。儒教、儒教をもとに学ぶものを儒学っていう。儒学の中でもな、いろいろこう学派があって、朱子学のみを勉強しなさい、それ以外の例えば陽明学なんていうのは医学、おかしいよ、やっちゃいけないよということで、あくまでも儒学の中で朱子学のみ勉強しなさい、これを寛政医学の禁というふうに言いますね。厳しい法律です。続けて出版統制令。本を出すにも程があると、やっぱある一定のライン、こんなあの不埒なものは書いたらいかん、正しいものを書きなさい、真面目な本を出しなさい、こういう不真面目な本を書いたやつらは罰しますよ。誰が罰せられたのか、シャレ本作家で有名な三藤教伝という人。続けて奇病死作家として有名だった小川春町。名前がなんか名前からしてな、ちょっとふざけてる気もしますけど、これを処罰。続けて開国兵団なんていうものを書いて解剖論を打った。一般ピーポーがですね、外交問題に口を出すんじゃないよって処罰される。この人が林士平というね。こういう超有名作家たちが次々に処罰されていく。これすべて、出版統制令というものに基づいたものなんですね。見るからにこの赤いグループは厳しいですよね。一般庶民の娯楽を奪う、勉強するラインも決めちゃう、非常に厳しい、厳しい政策を打ち出したので、彼定信はやがて失脚をしてしまうんですね。さっきちらっと言いましたけど、将軍との仲が悪くなってですね、彼は志半ばにして失脚をしてしまう。これが寛政の改革というものの中身になります。ではですね、三大改革の最後として有名な天保の改革という中身を見ていきますね。将軍は12代将軍ですね。12代将軍の家慶という人ね、彼の前の将軍11代家斉が大御所時代というね、豪華絢爛な時代を築いて、その後を引き継ぐのが家慶。家慶の時の老中が皆さんご存知の水野忠邦という人でございますね。じゃあ忠邦がやった政治を確認しましょうということです。では今回はね、3点挙げておきましたよ、ね、1点目、社会経済対策ね。もうこの時代になるとですね、一般庶民の生活は困窮の極みです。耐えられない、困った水野忠邦は1点目、物価を引き下げようとして何かを解散させてみました。何だろう。ちょくちょく出てきましたね、株仲間。これがあるから物価が上がっちゃったんだ、株仲間の解散を命じる。ダメダメ、水野忠邦に失敗。
別に株仲間のせいで物価が高く上がってたんじゃないんですね。残念ながら効果はないんだよね。はい、失敗です。続いて B、 紀元令。まあ、前のね話をし、前のところでも話もしましたけど、松平定信の寛政の改革でやった紀元令、今回も引き続いて出して御家人を救済するという立場を取ります。そして C、 あ、これ大事ね。なんとかの法で強制起訴。何か人返しの法、人返しの法。ポイントはここよ。強制、もう絶対変えんな。前覚えてるね。さっき話したのは旧理機能令、よかったら帰ろうね、帰りませんか、レッツだ、レッツレッツ。今回はもう完全な命令文、ダメね。旧理機能令と人返しの法、どこが違うのかって言ったら、奨励なのか強制なのか、ここね覚えておいてください。はい、まあ、こんな政策を次々に打ち出していますけれども、効果なし、ね。はい、次行きましょう。2点目、風俗統制。やっぱりみだらな本は出しちゃダメ。出版統制令の中で2人の作者作家が処罰の対象になりました。まず豪刊で有名な柳亭、種彦、柳亭種彦なる人が処罰。次、人情本、こっちは有名だね。人情本作家で有名な、これ違うな、凍っちゃってるな、よいしょよいしょ、こうか、はい、為永春水。為永春水という当時の一流作家を処罰、はい、こんなのをやっています。出版統制令に基づいて処罰です。最後、まあ、一番お話ししたいのはここなんですけどね。丸三番、幕府権力の強化って書いてある。強化、なんで幕府権力を強化する必要があるのか。まあ時代がね、もう200年も続いてますから、幕府そろそろこう衰えてはきてるんで、その盛り返しのためってこともあるんだけど、ここだよ、歴史で大事なの背景ね。なんで強化する必要があったのか。実は隣の国、大きな国、眠れる獅子と言われた秦という王朝がありました。その秦がこともあろうに日本ぐらいちっぽけなイギリスっていう国に負けたんだな。はい、ここにあったね、アヘン戦争ってのがあった。このアヘン戦争を目にした幕閣どもは焦ったわけです。これまずいぞ、あの秦国でさえ負けるんだから、我々のようなちっぽけな国はこれまずい。今なんと日本は異国船打ち払い令だって出してるんだよね。無二年打ち払いとも言いますけど、もう外国の船って見つけたらボーンって撃って、ボーンってね、とにかくやれ撃て。こんなことをしたら秦国みたいに俺らも負けちゃうぞ。なので彼は異国船打ち払い令を緩めたんだね、緩和したんです。はい、実はこういう国際情勢があったので、日本の中でもきちっとしたリーダーシップを将軍に取らせて、まあ、難しく言うと中央集権化をきちんと図る必要があったんですね。そのために幕府権力っていうものをさらに強化する必要があった、こういうふうに理解してみてくださいね。はい、じゃあ、今度具体策いきますけれども、どんなことをやったのか。1点目が上知令ですね。上知令、まあ、この知をね変え、違う字でも使うんですけども、上知令、これ何かっていうと、江戸と大阪の周辺を管理している、与えている大名たちから取り上げて、
幕府の直轄地にしてしまう。幕府の直轄地にするってことは、そこから入ってくる年貢の収入が増える。これはいいことだ。さらに江戸と大阪にもし外国人がやってきても、直轄地になってますんで幕府がきちっと管理できる。そういう利点があって上知令をやろうとした、やろうとしたんだけど、これお前、これ大名側からしてみたらとんでもないですよね。江戸の周りっていわゆる美味しい場所ね、人もいっぱいいるし、経済も豊かだし、農作物もいっぱいあるしね、美味しい場所ですから、これ持ってかれんの、幕府に持ってかれんのなんで、これこうもごめんなんですよ。だから猛反対するわけですよ。いやいやいや、水野さん、そりゃダメよ、あかんぜね。実はそのあかんよっていう言葉が通っちゃって、忠国はこれ撤回するんです。撤回。さらに B、一般的には三方領地替えって言うんですが、例えばっていうかね、ちょっと字が書けないんでね、申し訳ないけども、ここに川越藩っていう藩があります。川越っていう場所わかるかな、あまり豊かな場所じゃないので、この川越藩の藩主を肥沃な場所、豊かな場所である庄内藩に移したい。そうすると庄内藩の藩主は出て行かざるを得ないので、日本海の、同じ日本海の長岡藩っていう場所に引っ越してくれ。で、長岡藩の藩主が、はい、川越藩に来る。まあ、こういうふうに玉突きで動かすことを三方領地替えっていう、これを幕閣で決めたんです。で、お願いって言ったんだけど、猛反対ですよ。なんで俺ら貧乏な藩に行かなきゃいけないの、猛反対で、やっぱりこの三方領地替えも撤回するんです。いい？これがね、何を意味するかちょっと大事に考えましょうね。老中っていうのは今でいう総理大臣みたいなもんですから、国家権力の最高実力者ですよ。その最高実力者が決めたことを周りの人間がノーっていうだけで撤回できる。そのぐらいもう当時の幕府権力は実際は落ちてるわけです。強化どころか、この2つの出来事でより幕府っていうのはもうダメだな、こんなことで撤回するような幕府はもうあかんよ、経済政策もできないし、すぐ厳しく取り締まるし、政策をやっても反対意見があったらすぐ引っ込めちゃうし、こんな幕府はもうダメだろうっていう動きが、この後急速にガーって始まってきて、いよいよ倒幕、幕末っていうあの激乱、激動のね、時代に入っていくわけです。はい、だから三大改革ってこう綺麗事で言ってますけども、実は改革するたびに庶民の反対、一揆、打ち壊し、こういうのが続発する。あるいはこの時代になるともうね、そのエネルギーが幕府を倒せっていう、実は改革しようとしてえらいしっぺ返しを食っちゃった、こんなのが江戸の三大改革っていうことになるわけです。はい、以上、今回はこれで終わりにします。